言って。暑い。ん？今日はどこ来ましたか？京都。京都の嵐山。鈴虫寺っていうの見つけたからさ。目開かへん。本日は嵐山周辺散歩いたします。はい。じゃあ行ってみましょう。全然これ映ってるか分からへん。映ってるやん。表面出てるやん。ほら。いやいや前歩きよ。前映ってへんやん。何もないやん。あ、マスクいる？いるやん。絶対いるやん。マスク忘れました。ピー。暑いよ今日は。ゴリラが歩いています。何？何？なんか言ったの今。言ってない。鈴虫寺はこちらになります。まっすぐ進んでください。ありがとう。じゃあちょっとおばけ気持ち悪いから短いね。全部出てくる。髪と。あれズボンな？靴な？みんな草やっちゃん。イチョウか？イチョウの葉やろ。めっちゃ紅葉やで。いい感じ。あったくさ。鈴虫おんのか？ちゃうの？でもすごい階段とか登るのかな。帰りやな。なんかいっぱいあるんだけど、まさかあれ7番長いでしょ。え？嘘やろ。マジで？階段偉いぞ。ねえ。来ないとこれ。これ関係あるの？これ帰りんな。帰りんな。来ないとこれ。え？あれ中兄ちゃん。とんでもないも考えとるんで。もう考えとかない。だからないねん。別に悩む、ね、あの願い再生数増えません。本日は前にありがとうございます。お地蔵さん拝んでるのかなと思ったんですけど、あれ、お金もらうからじゃん。お金もらえるの？近いですよ。あ、これ、あれか。地蔵マッシュか。どうぞ。
たします。ご主人のご希望伺います。中の撮影だけご遠慮くださいね。その鶴瓶さん鳴き声を聞いてもらってね、自然に帰って自分というものを取り戻してほしいというのが願いだったようです。今日はどうぞ、もう何回も近くで聞いたよという方もどうぞそんな気持ちで近くで聞いてみてください。はい、お話終わりましたら皆さん庭の方へ、庭の方へ回ってもらいます。今日は本当にめちゃめちゃいい天気です、ね、この辺り、これ赤い実と黄色い実、これ千両って言います。千両、千両のそばにちょびっとやけど万両っていうのもあります。どこが違うか、千両は上に実をつけてます。万両っていうのは下に実をつけてます。でたくさんです。万って書いてある。千両と万両の違い、これ見てください。それとこっちちょっと行ったところに左手、真っ赤に紅葉しております。バックにこの黄色いイチョウがあって、その前に真っ赤な紅葉、これなかなかインスタ映えしそうです、はい、あのぜひここね、他あんまりありませんから、はい、ここそして一番奥の方まで行ってくださったら、あの実はね、今皆さんがいてはるところを言ったら、いつの間にかめちゃめちゃ京都市内から比べると高いところにいつの間にか来ているんです。だから奥行ってくれはったら京都の街を見下ろす、ちょうどこの真ん中あたりに京都タワーがこう立ってるんですけど、そこ標的なんですね。どうぞ見つけてください。はい、まあ、やってここ鶴虫有名です。でもこの頃はどっちか言うたらけど、真のところに立ってはるお地蔵さんのところへお参りに来たんや、そんな方が実は多いんです。今日このお寺、鶴虫寺初めて来たという方、すいませんがちょっとお手を挙げてみてください。どうぞ。ありがとうございます。今回はめちゃめちゃ多かったです。57名もおられました。その方はお帰りの時にいいんです。こっちからやったらもん出てくれやって、すぐ右手のお嬢さんの足元をよう見てほしいんです。わらじ履いてあります。普通お嬢さんは話しないけどな、ここのお嬢さんだけわらじ履いてます。これは今日皆さんがお嬢さんのとこ行ってくれはって、ちゃんとこうやってお願い事してくれはったら、お嬢さんそのわらじを履いて皆さんの家に一軒一軒願いを叶えに行ってくださる、そういうお嬢さん。だからここはたくさんの方が遠くからお参りに来ております。どっから来てくれはったん、何も悪くないんですよ。どちらから、愛知県から、どちら、東京、東京、どちら、大阪、何も悪くないんですよ。はい、私もちょっとだけ遠いという方、誰か何か言うてくれる、ここから来たでって気楽に、はいと、はい、滋賀県、ありがとう。はい、こちら山梨県から、はい、静岡県から、こっちも欲しいな、こっちも欲しいな。一番最初に叩いてくれた方、どちらから、はい、何も悪くないんですよ。いろんなとおかげでくれありました、ありがとうございます。わらじを履いたお地蔵さん、そんなお地蔵さんやからちょっとだけお参りの仕方が違ってくるんです。これ幸福を守っています。どっかで見たことある、あ、持ってます。よく雑誌に出てるんですよ、これルルブっていうやつに。これお地蔵さんの写真なんですけど、お地蔵さんの写真がこの後ろにこうやって入ってあって、幸福のこの字がちょうど後ろ側にお地蔵さんのお顔が来るようになっとるんです。だからお地蔵さんとこ行ってくれやったら、合唱してお参りしてもてんやけど、その時はどうぞ幸福のこの字、お地蔵さんのお顔を出してください。こっち向きでもこっち向きでもいいです。そしてお地蔵さんとこ行かったら、お願い事をする前にお地蔵さんには最初に言うとかんといかんことがあったんです。
それは何かというと、先ほど言ったように、お地蔵さんの方が皆さんの家に一軒一軒願いを叶えにお嬢さんが行ってくださるんです。いえ、帰ってきたぞ。なんで出たいのに、出られへんや、出口あれへんや。なんだ、1円10円並んどこ。これはな、うん、すごいね。なんて？すごいな。何が？こうやって、うん、なったらさ、もやがさ、くるくるくるってなんかめっちゃ気持ち悪いことになった。そや。ほんま。何やこれとか思って。パワー？なんか、うん。パワー出ました。なんか出てたな。あれちゃう？意思疎通できたんちゃう？お地蔵さんと。バカにしてますか？じゃあお地蔵さんと意思疎通できたんちゃうって言ってんねん。ボコにしてへんよ。かなうかも。俺は全然何も気合いな。持ってないもんだって。地蔵さんの持ってないもん。ちゃうけどほんまに紅葉綺麗。ちょうどええんちゃう、うんうん、まあ真っ赤でもええんやろうけど、うん、これぐらいの方が俺はええかな。なんか落ち葉も少ないし。じゃあ次は嵐山。嵐山行こうか。